どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、セルフカラーのやり方をやっていきたいと思います。今ってもう美容室行きたくても行けないっていう方が結構多いかなと思うので、この方法だったら、正直、次美容室1ヶ月ぐらいで行けるかちょっとどうかわかんないですけど、大体1ヶ月ぐらいやったら、ちょっとごまかせれるかなっていう方法になってますので、もう自分でカラーリングやったことないとかっていう方も、今回ちょっと挑戦してみようかなって思ってる方、よかったらこの方法をやってみてください。結構単純です。簡単です、どちらかといったら。なのでよかったら参考にしてみてください。で、今日使うのがまずカラー剤ね。カラー剤これと、できればゴム手袋とかちょっとあった方がいいです。なんかビニール手袋みたいなのあるじゃないですか。カラーリングの市販のカラー剤の中に入ってるのかな。なんかそういうのとかで、使ってもらったらいいと思います。で、あとハケ。で、なんかこうクリームでいいです。保護クリーム。顔周りに塗るクリームですね。あとはティッシュペーパーと、ラップ。ラップ。で、最後に、最後にというか、ハケってない方って結構いらっしゃるかなと思うね、これ。だったら、ちょっと使い、もうなくなりそうやなっていう、なんかこう、マスカラのやつあるじゃないですか。こういうやつ。これとかをちょっと一個潰しちゃっても、もう僕は逆に塗りやすいかなと思うので、これがあればいいかなと思うので、このままカラーを塗っていきます。で、ちょっとお人形さんでやっていきます。で、まず、カラー塗る前にこういうケープみたいなのを被ってるっていうか着てる方がカラー剤が飛んだ時に結構ガードしてくれるので、こういうの着るか、もしくはゴミ袋とか首の部分だけ切って上から被るようにするとカラー剤が飛んでも心配がないかなと思うので、こういうのをちょっと着るようにしてください。で、ちょっとわかりやすく今ちょっとダッカールで顔周り止めてるんですけど、まずは保護クリームですね。クリームを塗っていきます。で、カラー剤がついたらちょっとね、暗いカラー剤とかだったら結構顔周りについちゃうと結構染まりやすい。で、ちょっと暗くなったりもするので、なるべくそれをちょっとガードできるように保護クリームを顔周りにしっかりと塗っていきます。できたら耳の横ぐらいまでしっかりと塗ってください。次はね、ラップをちょっとだけ切って、耳のところに少しこう、かぶせます。そうすることによって、耳にこう、カラー剤がついても、ちょっとガードできるかなと思うので、ラップをこう、かまして、ちょっと気持ち悪いんですけどね。これをちょっと、両耳、やるようにしてください。これで両耳できた状態ですね。ちょっと、お人形さんなんで、そんなに、かっちりとはついてないんですけど、皆さんはしっかりとこう、耳に覆うような感じで、やってください。では早速塗りにかかっていきたいと思うんですけど、本当に今日は応急処置なんで、ぶっちゃけた話、今日ここの分け目の部分あるじゃないですか。ここって一番気になるところなので、ここの部分とあと顔周りですね。この顔周りだけ塗る感じです。で、ここだけ塗るだけでもしっかりとちょっと染まってるようにも見えるんですよね。他のところ塗らなくても。上から見た時に、多分人から見られたらあんま分からないと思うし、で、自分が見た時に多分こうお顔とか洗う時とかこうやって上げると思うんですけど、その後でこう染まってるように見えるので、この上の部分と顔周りの部分だけ染まっちゃえば次行く美容院までなんとか耐えれるかなっていうところなんで、いわゆる僕らでいう T ゾーンって言われるんですけど、この部分をしっかりとまずは塗っていきます。まず分かりやすいように上から塗っていきます。顔周りの部分から塗っちゃってもいいんですけど、ちょっと分かりやすいので上から塗っていきますね。ハケでまず薬を取って。で、ハケも、なかなかちょっと使い方って難しいかなと思うんですけど、この先端に薬を乗せるような感じで取ってあげるといいかなと思います。で、この、今ちょっとお人形さんなんで染まっちゃってるんですけど、大体皆さんこうカラーするときってここが黒くなってる、いわゆるプリになってる状態なんで、そこの部分にもう乗せる感じです、こうやって。簡単にもう、こう分け目のところピッてやって、この黒くなっているところに乗せる感じ。で、ムラがないようにこう均等にやってあげる。
あんまりこうやりすぎると薬取っちゃうので、なるべくこうポン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 って乗せるぐらいで全然いいかなと思います。でちょっとだけ黒い部分が伸びてるなっていう方は少しだけ溶かしてあげる、もう簡単にでいいんで溶かしてあげるといいかなと思います。でなるべくなんですけど根元につけないように、根元につけてちょっとしびる方もいらっしゃるかなと思うので、なるべく根元につけないようにやっぱり優しくポンポンと乗せるようにしてください。で上のこの見える部分ですね、上から見た時に見える分け目の部分を塗ったら、次に顔周りを塗っていきます。で顔周りも髪の毛をこう上に上げて、邪魔な部分ですね、上に上げてから体を塗っていきます。ここもさっきと同様で乗せるような感じ、ポンポンポンと乗せるような感じで、多分こうやった時に今みたいにこうカラー剤がおでこについちゃったりもするんですけど、まあそこでこう保護クリームを塗ってたらそんなに染まらないので、まあ気になる方はもうこういうハケの後ろ側でこうちょっとなじましてもらって取ってあげるといいかなと思うので、なるべく頭皮とおでこにつかないように優しく塗ります。で白髪染めの場合はたくさん目にのせた方がいいかなと思うので、ちょっと、思っているよりも多め、たっぷりめにのせてあげると白髪がしっかり染まってくれます。で逆に普通になんか根元が黒いプリンが目立つという方はそんなにベタベタにならなくてもいいかなと思うので、まあこのぐらいで自然に塗ってればいいんですけど、白髪染めの方は本当にこう薬が溜まるぐらい、こことこうやってさっきよりもこれちょっと多めにのせてるんですけど、たまるぐらいのせてあげるとしっかりと白髪が染まってくれます。で反対側はこのマスカラのやつにこう体をつけたやつでやっていきます。でこれも同様に根元にポンポンとのせていく。でこの時の注意点なんですけど、やっぱりこうこの毛が細かいので髪の毛絡まりやすくなってくるので、でそうするとこう細かい髪の毛が顔についちゃってベタッとしちゃったりとか、ちょっとなるべくこう毛束を持ちながらしっかりと乗せるようにしてください。こうなんか部分のなんか一日用のなんか白髪染めみたいなのあるじゃないですか、ああいう感じで多分つけてらっしゃる方とかはいらっしゃるかなと思うんですけど、そういう感じでこの小物の体を乗せてあげるといいかなと。こういう風な感じで乗せてください。で、全部塗り終わったら、この T ゾーンですね。これ塗り終わったら、カラーリングの塗布は終了です。で、その次に、まあ先ほどティッシュを、ちょっとこう、細長く切ったやつを上に乗せます。で特に白髪染めの方は絶対乗せてください。普通の、カラーリング、根元が黒い人は、そんなに乗せなくてもいいかなと思うんですけど、白髪染めの方はやっぱり白髪が浮いてきたりとかしやすくなるので、こういうティッシュだったりとか、あとコットン、なんでもいいんですけど、まあちょっとこう上から乗せて白髪が浮いてこないようにつけてもらえると結構しっかりと染まります。で顔周りとかもしっかりと、まあ、あまりこうベタベタに押す必要ないんですけど、こう浮いてこないようにやってあげるとベストかなと思います。ティッシュだと結構こう切れてしまうので、なるべく気をつけてもらってしっかりと貼るようにしてください。まあこんな感じ、ちょっと雑な感じになってるんですけど、こんな感じで時間を置きます。で、この状態で、まあ大体まあ20分から30分ぐらい、置いてあげる。まあ、市販のカラー剤に、書いてあるタイムとかでも全然いいかなと思うんですけど、まあ大体20分から30分ぐらい置いて、なんとなくこう顔周りを見て、で、白髪が染まってたりとかしたら流してもらって。で、普通のカラーの人はまあ、この、ティッシュがない状態で時間を置いてもらって、まあ、15分から20分ぐらい置いてもらって、だいたい根元が染まってたら流すようにしてください。はい、こんな感じでやってみました。で、もう本当にこの T ゾーンだけでいいです。顔周りの部分と、分け目の部分、
上から見た時、上から見られたらこう分け目の部分って気になるかなと思うんですけど、自分で見るときは絶対顔周り気になるんで、この部分だけ塗っちゃえば、正直後ろの部分とか濡れてなくても全然 OK です。美容室行くまでの時間結構綺麗に保ててればいいかなと思うので、そういう風にここの T ゾーンだけ塗るようにしてください。で、カラー剤のこう、レベルってあるじゃないですか、明るさのレベル。で、それで、まあ、美容師さんに聞いてもらったらいいと思います。で、聞いてもらって、で、ちょっと、それよりも気持ち、低めのトーン、低めの明るさ。例えば、いつも8トーンで染めてるんやったら、まあ、7トーンとか、ぐらいのカラー剤を使う方が、個人的にはいいかなと思ってて。で、例えば、まあ、8トーンの薬使って、まあ、大体しっかりと美容師さんが言ってるんで染まるんですけど、ちょっとそれよりも少し暗めでやってる方が、なんか個人的にはこう塗りムラがあったとか、結構たくさん塗ってしまったりとかして明るくなりすぎちゃったりする場合もあるんですね。で、そうなると根元が結構明るくて、で、そこから先がちょっと暗かったら不自然じゃないですか。だったらちょっと根元が暗くて、で、毛先の方がちょっと明るい方が結構自然に見えてグラデーションに見えると思うので、その方が、ナチュラルに見えるかなと思います。なのでちょっとだけ低いトーンで、選んでもらうといいかなと思います。で、色味なんですけど、赤系の色とかね、ピンクとか、まあ、アッシュとかそっち系でやってるって方が結構いらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、大体こう1ヶ月とか2ヶ月ぐらいになったらもう色味に大体飛んじゃってるので、その色味を使わなくても本当に根元だけだから、ナチュラルとかブラウンとかでやってあげると、まあ、一番自然に見えるかなと思います。若干こう赤みが残ってたりとか、若干アッシュ味が残ってたとしても、それぐらいの方がまあ自然かなと思うので、変に冒険して色味をがっつり強く入れてしまうと、ここだけ色が思いっきり変わってしまう可能性もあるので、一番無難に仕上げるんだったらナチュラルのブラウンでやってあげるといいかなと思いますので、よかったらその、そこも参考にしてもらえたらなと思います。皆さん外に出れないかなと思うんですけど、まあ美容室行きたいという方も絶対いらっしゃると思うんですよね。でも、もう本当行けないっていう状況に今なっちゃってて、ほとんどもう休業になってるから、まあ行けないんですけど、まあ気分が下がるのも嫌だと思うので、このカラーの方法をちょっとやってみました。時間があるとき、ぜひこの動画見ながらやってもらえたらなと思います。外に出ないで家の中でできることを楽しみましょう。この動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。いろいろなんか、コメントあったら、やってほしいことがあったら言ってもらえたら、また頑張って撮りますので言ってください。それではまた、さよなら。